はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ワイマです。今日は天気がいいのでちょっとふらっと栃木市までやってきました。栃木市をクレアと一緒にお散歩して、その後まあ気が向いたらまたどこか芋フライでも買いに行こうかなと思ってます。行くよ。
ダメダメ。あ、ごめんなさい。はい、アップ。はい、クリア、アップ、乗って。はい。はい、アップ、アップ、アップ。はい、はい、リードな。やって。クリアと、うずま川公園行って、蔵の町を散歩してきました。鯉のぼりがいっぱい飾ってあって、綺麗でした。また観光の船も渦間川を流れていてみんな楽しそうに見えました。今からはですね、じゃがいも入り焼きそばを、買いに行こうかと思います。いや、ちょっと待っててね。おい、美味しい匂いで辛いもんな、クレアもな。下の方置いとくな。ここ置いとくな。さ、はい、クレアさん座ってよ。ちゃんと座ってよ。行くよ。はい、テレビで有名な雑誌で取り上げられている、栃木市にある、じゃがいも入り焼きそば店の方によって、今じゃがいも入り焼きそば、イカ入りの大盛り と、ソースの味が2種類ある、芋フライ、これも各1本ずつ、買ってまいりました。どこか、途中で公園でも寄って、食べようかなと思います。
取り寄せって。ミニフルーツだそうです。お、いいですね。やっぱり、イカ入りじゃがいも入り焼きそば大盛りです。おー、ビッグ。そうそう、よいしょ。はい、ブライゼルです。細麺ですね、細麺。これはダメよ。こっち側は蔵の町ソース。悪いね、クレアちゃん。と右フルーツ。蔵の町ソース。キューバー。100色メガネ東京、赤緑青白黒。